よっしゃ、作っていきましょうか。何を作るのかって聞かれるとね、カレーです。またカレーって思うかもしれないけど、ちょっと許して。このね、まあ料理作りながら、ちょっと前期センターじゃねえや、国立二次の前期ね、自分のちょっと時のことを話そうかなと思うんですけど、まあゆるりと喋りますよ。あのね、前期終わった方、まあよかったらね、お付き合いください。まあ、ひとまずお疲れ様でした、前期ね。まあまあ手応え的にうまくいった方もいれば、自分みたいに終わったなっていう方もいるかもしれないですけど、ひとまずはお疲れと言わせてください。でまあ動画でも何度もこう言ってるので、まあ自分は前期を失敗したんですよね。だからもう試験受けてる時に絶対に落ちたことがもう分かっていて、ほとんど多分部分点でちょっともらえたかもしれないですけど、まあ、ほぼ0点だと思います前期は。まあ、体調崩してね、熱出した自分が悪いんですけど、試験受けてる時からさ、もう予言定理も出てこなくて、自分その東京学芸大学っていうところの受けたんですけど、前期、まあ、後期もねそっち受けたけど、数学だけだったんで試験が。でもともとセンター逃げ切りの作戦でいて、だから2次はちょっと、まあ、苦戦するっていうのはもちろん分かってたし、そうでもねこうまあ想定外というかね、そこまでかみたいな。もう受験もさ、もう16年前、17年前ぐらいの、17年前か、俺の場合は。ん ?35 になるから、俺17の時受けてるから、そうだね。違うか、10? あ、17年前だね。そうなんですよ。だからちょっと記憶もね、ちょっと遠い記憶になってるからさ。まあ、曖昧なところも若干あるんですけど、でも、こう、放心状態になった感じはすごく覚えていて、そもそもその国立に受ける、まあ自分の高3の時のさ受験スケジュールとしては、まずセンター利用で、東京理科の理工学部だったかなを受けたんですよ。でセンターはまあな、こうちょっとラッキーもあってね、得点率がまあなんとか耐えたんで、その理工は受かったの、センター利用でね。でその後が私立が3つあって、文教大学で、東京理科の理学部で早稲田、おっとちょっとあれだな、失礼、早稲田だったんよ。で早稲田に関してはもうちょっと、記念受験みたいな感じだったし、で実力も足らんかったからね。でしかもまあうち、ちょっとこれが良くない。うちがその私立の進学はもうなかったので、そう金銭的に無理ってなってたから、結局まあそのセンター利用受かっても行くことはなかったの絶対に。だからってじゃあ学芸落ちたらどうしてたのっていうのは、親と何を話したか覚えてないんだけど、そうでね、まあそれで私立が文教スタートで3つあったと。で結果的には全部落ちました。そう、まあ、東京理科の理学部と早稲田に関してはややきつかったし、まあ、東京理科の理学部はまだこう可能性としてなくはなかったんだけど、で文教なんだよね。文教はですね、まあ、最後の方はもう A 判定だけだった、まあ、A 判 B 判ぐらいだったから、ほぼ、落ちないと思ってたし、先生にもまあまあ大丈夫だろうと。で自分の中でも正直不合格の不の字もなかったのね。で試験が終わって、文教のでマークだったんだけど、別に手応えも悪くなかったし、まあ大丈夫だろうなって思ってたんだよね。で蓋開けてみたら落ちたじゃん。でまずシーツが文教スタートだったんだけど、そこでまあ自分の中でちょっと狂うわけよ。で今振り返れば、目が痛い。センター利用受かった時に油断してたんだよね。間違いなく慢心があった、自分の中で。
人生初受験でさ、初受験だな、大学受験は初で、で、まあ、センターもまあまあ取れたから自分の中では、でセンター料受かったじゃん、あ、いけんじゃねみたいな、でその満身がもろに出たんだよね、文教で。で落ちて、で3立てで全部落ちましたと、3つ連続でね。でまあ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 やべえなとなってくるわけですよ、まあ、文教も落ちた時からやべえなと思ってたけど、東京理科の理学部でひっくり返せればよかったんだけど返せなくて、で前期、いや なんとなくさ自分の中で暗雲が立ち込めてたんですよ、やばいかなって。で案の定落ちたじゃん前期、しかもあんなその力を出せない感じでね。でさ、なんか、なんだろうな、なんとも言えない感じになるわけですよ。で、その学芸で受けてきて、なんか熱でフラフラしてるのか、試験ができなさすぎて、まあ、落ちたのが確定してるから、もう受かってるかもとかもないの。絶対落ちてるって分かったから。でさ、まあ家まで戻るじゃん。で学芸までから自宅までが、まあ電車使って、まあ、2時間半から3時間ぐらいかかるのね。もうそこの電車に乗ってる記憶はない。あの時に俺何線使って帰ったかもちょっと覚えてないぐらいにね。で家に着いて、なんて言ったんだろう、親に。会話できたのかな。親は多分割といろいろこう察してくれる親だったから、まあ顔色見てさ、まあ、ある程度察してくれたとは思うんだけど、で、センター試験の初日もちょっとやらかしたんですよ。まあやらかし、結果的にやらかしてはなかったんだけど、まあやらかしたと思ってて、あれ腐ったの。その時は家族に当たりまくったの、俺。もう理不尽にね、当たって、で、前期の時はね、その時はちょっと覚えてんだよ。もうね、ほとんど、なんだろう、当たる気力もない。情けなくて、自分が。勉強を、まあ、ほんと頑張ったのよ、高3の時は。自分は高3に上がる直前にさ、大学4大に切り替えたから、専門学校志望から。だから、そっからはほんと必死に頑張ったし、自分なりにね。で、塾とか予備校には全く行ってなかったけど、でも親にもさ、こう、家のこととかいろいろサポートしてもらったから、であとは恩師の、自分の恩師のね、松崎先生っていう方の、でも本当なんか全てが申し訳なくなっちゃって、何やってきたんだろうみたいな。で、自分の中ではもう4連敗なわけよ。文教、東京理科、早稲田、学芸前期で。もう心の中はさ、受かる合格の5の字もないわけ。もちろん後期っていうチャンスはまだあるんだけど、でも勉強しなきゃじゃん。前期終わってから後期があるまで、まあ日にちがちょっとあるので、10日15日半月ぐらいなのかな、だったかな、あってさ、やんなきゃいけないとか、何かしらやんなきゃいけないって。で机座るけど、もちろん何もできないの。もう何も考えらんないので、まあ参考書とか開いてさ、机に置いてね、下向くじゃんか。もう出てくるの吐き気だけなんだよね、本当に。で気持ち悪くなってトイレ駆け込んでみたいな、そんが続いてさ。で2、3日ぐらいだったかな、それが、うん、続いてて。でも親もさ、こう何をしたらいいか分かんないじゃん、そんな。まあ親、どうなんだろうな、そこまで気づいてたか分からないけど、ほとんど部屋にいたから分かんないけど、そうだね。で自分の中ではもうずっと頭の中でいろんな感情がぐるぐる、いろんな感情は嘘だわ、負の感情だけだわ、ぐる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 回ってて、で結局
きっかけが何かだ、何だったのかっていうのをちょっとはっきりは覚えてないんだけど、後悔したくないなっていう結論に至ったのね。前期力出せなくてさ、数学が大好きで数学をねもう一番に勉強してきて、でまあ俺の恩師と松崎先生も数学の先生だから、こう大好きな数学をが、なんていうのかな、その力を出せずに1年間ねやってきて力を出せずに終わっちゃうのはすごく嫌だったの。もちろんもう自分の中では受からないかなみたいな風に思ってたけど、でもやるだけやって終わりたいなって思って、でそうなんか思い始めた時に、試験までのあとその半月ぐらい、まあ 2,3 日ちょっともう廃人のようになってたから、あと10日ぐらいかな、このままなんかもううだうだして時間だけ過ぎるのを待って、でも試験はやってくるわけよ。それで試験日迎えて、できっとそうなったらさ、なんであの時あと10日間さ気持ち切り替えて頑張れなかったんだろうって絶対思うじゃん。もしね、そんなんもう分かりきった未来じゃん。その未来やだなって、今もよく言うけど、過去と今って変えらんない、まあ、今は変えられるけどさ、まあ、過去は変えらんないわけよ。俺が前期で失敗したっていう過去は変えらんないわけ。もうその時も合格発表出てなかったけど、でも未来は変えられんだわね、みんなもそう、その未来まで、その試験日、後期っていう試験までの短い時間までの努力ぐらいじゃ大きな変化はしないかもしれない。でも変わらないかもしれないけど、変わるかもしれないじゃんって思ってやろうって思ったんだよね。ぐちぐちしたって俺は合格っていうその場所に近づくことはできない。俺がここで今吐いてようが泣いてようがしても合格には近づかないと。でも勉強をして一問解けるようになった瞬間に、すごい少ない一歩かもしれないけど合格に一歩は近づいてるよね。だから歩こうって思ったの、足を止めずに。でそう思ってからもさ、勉強しながら考えるのがやっぱり不合格してる自分なの。数学でさ、こう問題と青茶とか解いててさ、でもさ、なんかこう、まあ、集中してるときはいいんだけど、ふってなった瞬間にやってくるの、波が。その掲示板というか、まあ、ネット発表とか掲示板もそうだけど、もうみんなは今あれか、ごめん、ネット発表か、ネットで見るのかな。それでない、自分の番号がない、未来が見えるわけ。だからすごく集中できてたわけでもないし、すごく効率のいい勉強ができてたわけではないけど、でも今振り返ってもあの時の俺かっこいいと思うもん。自分でもすごい辛かったし苦しかったけど、それでも足を止めずに前に歩き続けた自分は、うん、かっけえなって思える。それは後期でさ、最終的に受かったから言えるんでしょって思うかもしれないけど、まあ、そうかもしれん。結果ありきなのかもしれないけど、でも落ちてたとしても俺は頑張ったと思えるもん、あの期間ね。そうって思ってさ、勉強してた後期まで。で結局その後期まで勉強しながら、そのメンタルコントロールというか、試験当日にいいコンディション、さ体調もそうね、心身ともにいいコンディションで、迎えることがすごく大事だなって思ったから、体調管理はめちゃくちゃ気をつけてたし、
やんなきゃやんなきゃとは思ってたけど、寝てた、めっちゃ寝てた。その時ちゃんとね睡眠時間もとって、でメリハリつけて栄養あるもの取ってとかね、手洗いがしっかりしてとか、もう体調絶対崩さんと。でメンタルに関しては自分もともとあのメンタルがあんま強くないので、よいしょ、こうなんだろう、劇的な変化、おっしゃ俺いけるぜみたいなのは無理って思って、じゃあまあいけるかもなぐらいな、いや持っていきたい、そうそうって思って、毎日勉強したものを、確認してちゃんと前に進めてるのって。だって勉強してもさ、できることが増えてる感じがしないのってすごく嫌なのね俺は。だから不安になるじゃん、勉強したのに伸びてるのかわからないって嫌だから。だからあのよく動画でも言うけど、勉強、一日その日勉強したことを寝る前に必ず確認しろって。まあ寝てる間にさ記憶が整理されるからっていう、もちろん効率の良さもあるんだけど、その精神的にいいんだよねそれが。だからそれを必ずして、寝る直前にまあそれをするわけよ。そうするとよしっつって、今日はこれができるようになったとか、新しく覚えたって、前に進めてるレベル上がったぞ俺っつって自分に言い聞かせて、でまあ安心、完全な安心はなくてもこうちょっとよし頑張ったってなって寝れるからさ、いい睡眠にもなるわけで、朝起きるじゃん。起きたら必ず前日勉強したことをチェックする、覚えてるかどうか。忘れやすいからね、結構忘れちゃうんだけど、でも朝チェックして入れ直すとねかなり定着するんだよね。夜朝セットってすごく強いから、でそれをして、で正直受かるかどうかは分からんって、もう分からんけど、でもやれることをやってきたぞって毎日自分に言い聞かせて、で後期を迎えました。でその時は本当にめちゃくちゃいいコンディションだったの後期、特に心身のね、あの心の方が、あんだけ落ち込んで、しかもまあね後期の方が枠も少ないしさ、倍率も上がるわけよ。で狭きもんだし状況的には最悪なわけ。ただ自分の時は、後期の方がねセンター、比率が高かったのね。逃げ切りはしやすかったっていう、まあ、条件はあったんだけど、自分にとって追い風はあったけどさ、でももう試験会場にも参考書一つも持っていかずに、多分ね当時はウォークマンかな MD かなあの MD 分かんない人で、ね、お父さんお母さんに聞いて、あったら MD っていう音楽聴くやつがあって、とあと漫画かなんか持ってた気がするんだよね多分。漫画だと思う。ちょっと早めについて、前期がね雪かなんかでちょっと遅れたのね試験が、だから早めに行っちゃおうと思って行って、で漫画読んでた気がする。そうでね、あそう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 、その試験がさ長机でやるんよ、そのあるクラスのね、あの大学の教室の長机で、多分4人座れる席の端っこと端っこで受けるよね。で俺さ右端にいて試験で、左端が女の子だったの当時で、女の子めっちゃ勉強してて、その子でもまあさ可愛らしい子だなとかって思うわけよ。そんなことも思う余裕があったら、もうやるだけやってきたしって思ってたから、試験会場行ったら、まあ、楽しむしかないよっつって、楽しかったもん。だから後期めっちゃ人間観察がもともと好きだから、人間観察すごいしてて、あの人こういうこと思ってんだろうな、あの人必死そうだなとか、あの人めっちゃ余裕あるとか、あの人かっこいいとかいろいろ思ってたわけで、その女の子は結局その子も受かってて後期で、で後々で、あの時さってなんかずっと本読んでたよねみたいな、なんか変な人いるって思ったみたいなね変な人って思われてたんだけど、まあそんなこともあり、まあ試験始まる直前も緊張もほとんどなくて、まあないというかいい緊張だったの。よしってなんかこう上がってくる感じかな、うん。でやるだけやろうっつって受けてきました。で後期もバリバリできたわけじゃないです正直。終わった瞬間、感想一言目、微妙って思ったもんあこれ微妙だなって思ったけど、でも清々しかった自分の中では。ちょっとごめん、喋りながら泣きそうだわ思い出して。だから前期ほんと苦しくて、なんか辛くてさめっちゃ、でも後期全然受かったかどうかも分かんなかったけど、うん待って待って、ちょっと待ってまさかのごめん、なんか
本当にやりきれてよかったなって思って、で家帰って親に感謝伝えて、あ、そうそう、みんな受験終わったら感謝伝えんだよ、親に伝えときな。全然協力的じゃない親御さんもいるかもしれないけど、一個の節目としては言った方がいい。そうそうそう。で、帰ってきた言葉が、なんか、むかす言葉かもしんないけど、みんなが感謝を伝えたっていう事実が大事。人生において。そう。と思ってるから。ちょっとね、俺も感謝伝えて、ちょっと受かったことがまだ微妙なんだけど、ほんとお世話になりました、つって。っていう受験でした。で、後期はですね、自分掲示板まで、ね、見に行きまして、前期はね、なんかネット発表みたいなの使ったんですけど、ネット発表だったの忘れちゃった。当時ネット発表なんてないな。なんか、業者みたいなのがね、電話してくるんだよ。そうそう、代わりに掲示板見るんで、みたいな。地方の人って多いから、やっぱり。そう。で、連絡来てダメだったんだけど、後期はもう見に行きたいっつって。で、見に行って、そうそうそう。そう、当時、そう、当時の高校の時の彼女と見に行ったん、確か。で、待って、俺どうした今日そう、で、あって、数字がね。で、他の大学もあると思うんだけど、その学芸もさ、アメフト部とか、ラグビー部かな、アメフト部だったかな、どっちかがいて、待機してるの。その装備、ちゃん装備とかの、あ、アメフトか、あれ来てたから。アメフト部かな。で、待ってて、合格した人をね、胴上げしてたの。で、自分もさ、まあ、顔に出るじゃん、受かったのは。で、なんかお兄さんに、先輩に、受かったって言われて、受かりましたっつってで、そう、胴上げしてもらって俺カレー作りながら何やってんかねっていうのがあってさだからなんか、まだ今回言いたかったのは、割とこう試験うまくいかなかった方とか、高校受験もね、大学受験もいると思うよ。で、まあまあ、もちろんまだ後期中期がある方は、自分みたいにうまく切り替えて、できる限り後悔のない受験してほしいなってのが言いたかったこと。まあ、いつも言ってることだけどね。で、まあ、高校受験とか、大学受験にしてももう行く場所が決まった方。で、それが、第一志望じゃない方もいると思うよ。ね。いると思うし、まあ、自分はさ、高校大学は第一志望だったけど、就職っていう部分ではやっぱダメだったわけよ。第一志望で行けてないから。でもやっぱり、どこに行くかっていうのはもちろん大事。でも、行った場所で何をするかの方が何億倍も大事だよ。何億倍も。その場所に行って、行ったことに満足して、それで終わる人もたくさんいるよ。だから、ぜひ、ね、もし今第一志望じゃなくて、なんかちょっと心が悪手されてる方とか、なんかモヤモヤしてる方がいたら、もう行く場所が決まったじゃん。決まったから、その場所で、私はこうなるんだ。高校3年間で、大学4年間で、まあ、専門わかんないけど、こうなってやるんだっていうのをしっかり考えてごらん。いい時間だから今。って思います。自分も、人生いろいろ、まあ、さ、やっぱりこう、なんつうのかな。あんま最近話してないから知らない人もいると思うんだけど、俺、妹が障害者なんですよ。知的障害と発達障害でかなり重い障害を持ってる妹がいて。だから、年は30、今、いつだ ?30、12月で誕生日だったから、33なんだけど、まあ見た目というか身長とかはほんと小学生、高学年とか中学生ぐらいの身長しかないのね。発達障害、大きくならないんで体が。で、もちろん言葉もほとんどもう喋れないし、で、まあ、その障害のせいで寿命もあんまりね、人よりは長くないんだろうな、みたいなもの言われたりする妹がいるんだけど、で、当時さ、その、結構こう、今もまあまあまあ、まだあるけど、その障害者に対する偏見っていうのはすごくあって、まあ、そういった家庭で育ったのもあるから、ま、いろいろあったわけよ、人生。だけど、やっぱり人生ってさ、楽しい方がいい。でも俺、楽しいっていうか、豊かな方がいいと思っていて、自分にとって。人生はできる限り豊かな方がいい。で、豊かっていうのは、人によって違うわけよ。楽しさもそうだけど、あなたにとっての楽しさと、この人にとっての楽しさは違くていいわけ。人に押し付けられるものじゃない。人に押し付けるものでもないし。だから、みんなにとっての人生の豊かさっていうのを求めて、なんか追い求めてほしいのね。
で、それっていうのはまだみんな学生じゃん、まだ10代だよ、これからなんだって。今人生すげえ絶望の人もいるかもしれないけど、これからなんだよね。俺もみんなの時、その中学でいじめ受けて人間不信になって、ちょっとなんか精神障害みたいになっちゃって、自殺未遂したりとか繰り返してたりしてたけど、うん、今こうやってこんなことやってるとかふうに思ってなかったし、うん、だからなんつうんかな話がそれそれになっちゃったけどさ、自分の人生を豊かにするために、うん、豊かにするために自分の時間と労力とかエネルギーを使っていってほしいなと心から思います。肉を入れ忘れました。人生なんてさ、楽しんだもん勝ちっすよ。ただそこにはルールが必要だけどね。自分だったら人に迷惑をかけないっつうルールが、まあこの人に迷惑をかけないっていうのも難しい。バンプのさ、歌のバンプだったかな、歌詞にあるんだけど、その生まれた瞬間にこう場所を取ってると、人は。だからそれがまあバンプの歌詞だけじゃないけど、本とかでも言われるけど、その生まれた瞬間に迷惑をかけてると、場所を取ってるからねっていう、まああるわけよ。それはもう俺も、でもだからこそそれ以上に他人に対してプラスのものを与えれる人間になりたいなって思ってんの。俺も30、もうちょっと5になるけど、35年生きてきて確実にいろんな人に、人を泣かせてきたし、人に迷惑をかけてきたし、でいろいろとね、いいことばっかりしてきたわけじゃないし、きっとだって人をね、気づかないところで傷つけてることもあるわけだし、それでもそれ以上のプラスのことをさ、できたらいいなと思う今日この頃でございます。はい、カレー乾燥してないけど結構時間経った。あ、めっちゃ喋ったね、すごい喋って。これをメインチャンネルで上げちゃう勇気だよね。まあなんか話がそれそれになりましたけど、人生楽しんでいこうぜっていう話よ。今年はさ、まあ、みんな興味ないかもしれないけど、今年はあのリアルイベントというかできたらいいなと思ってる。まあ今ちょっとコロナのね関係があるんでイベントなかなか難しいですけど、まあ、年末とか100万人達成してなんかできたらいいなと思う。なんで生きてるんだろうなとかって思うかもこともねいるかもしれないですけど、まあ気持ちは分からないけどさ、ただ俺と会うまでは死んじゃダメだよ。まあ会っても死んじゃダメだけど、最後にさ、さっきあのちょっと店行ってさ、ガチャガチャってめっちゃ可愛かったん、ガチャガチャ。そしたらさ、これが当たったからそれ見せて終わるわ、超可愛かったからさ、癒されて、わあ、俺が癒せなかったから。これ見てみ、めっちゃ可愛くないか、これ犬なんだよ、ね、ほらお尻ってね。あーごめん、まだ後期前期ね終わってまだ後期までかかりそうっていう方も、もう一踏ん張り頑張ってください。応援してます。ではまた、ほい。